セイウルスラの夢ビットオレ・カルパッチョは、イタリア、ベネツィア派の画家で、同じくベネツィア派のジェンティーレ・ベリーニに支持した、風景描写に優れる。カルパッチョは、とりわけ、セイウルスラ物語として知られる、9枚の絵画よりなる、連作で著名である。連作、セイウルスラ物語英国施設たちの、到着カルパッチョの生涯については、不明な部分が多いが、 彼の主要作品が1490年から1519年までの期間に制作されたことは確かである。また、彼が初期ベネツヤ派を代表する画家の一人であることも間違いない。青年月日は推測でしかわからないが、おじであるフライラリオの遺言書の中で1472年に言及されているのが彼について最も初期に判明している事実である。 この遺言での言及から、ドクター・ルード・ビッヒは、15歳未満では、遺産相続者の資格はないとの理由に基づいて、カルパッチョの誕生が1455年頃だと推定した。しかしこの推定は、遺言者であるおじが、相続人たるカルパッチョが法的年齢に将来、達することを前提に、遺言書を作成したという可能性を考慮していない。彼の最初期の作品群であり、 1490年にベネツィアで制作されたセイウルスラ連作における未だ若年の未熟さが残る作風を考えるとこの時点でカルパッチョが35歳の画家として成熟した年齢に達していたとは考えられない。こうして彼の誕生の日付は1490年当時には25歳ほどであったということからおそらく推測可能と言える。 二人の宮廷女官確かなことは、カルパッチョは、ジョバンニ・ベリーニやアントニオ・ビバリーニなどと、同様、ベネツィアの大きな絵画工房の親方であったラッツァロ、バスティアーニの弟子であったことである。バスティアーニ、自身の作品は、ウィンにある、エース・ベネランダ、ロンドンのナショナルギャラリーにある、聖書女の前ひざまずく土下盲手に及び、聖母子などの絵画に置いて見て撮れる。後年になってカルパッチョは、 ジョバンニ・バッティスタ・チーマダ・コネリアーノの影響を受けたように見える。セイウル・スラ連作から離れた童貞・マリアの生涯やセース・テパノスの生涯、そしてベルリンにおけるシセール・キリストなどの分散した連作がとりわけ言及に値するだろう。カルパッチョのその他の作品としては、マドリードのティッセン・ボール・ネミッサ美術館にある1510年の若い騎士の肖像。 ベネツィアのアカデミア美術館にある1515 15年のアララットさんの1万人の殉教者、ベオグラードのセルビア国立美術館にある聖セ,セバスティアン、同じく聖なる巡礼者がある。信頼のおける詳細な説明については、ポンペオ・モルメンティとグスター・フルードビッヒの教著、ビットオレ・カルパッチョの生涯と作品及び、ロンドンクオータリーレビュー,ー1908年春号書集の ロジャーフライによる評論、ジャンル画家とその批評を参照。代表作としては、この当時、実在の童貞順教聖女として数形が盛んであったセーウルスラを主題とする1495年の9枚の連作、セーウルスラの夢、また1515 15年の騎士の期間がある。ビットーレカルパッチョの名を由来とするカルパッチョという料理がある。 生牛肉にパルミジャーノレッジャーノ、またはソースをかけた料理で、名前の由来は赤身の生牛肉の色味が彼の独特の赤色を、貴重とした作風と似ているので、名付けられたとされる。彼自身が好んだという説もある。カルパッチョ、カルパッチオは、要、中、エスニック世界の料理がわかる時点言とば講談社。高段車 http://kotobank.jp:/word:/e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%91%e3%83%83%e3%81% e 3 8 3 a 7 2 0 1 4年5月10日閲覧。ありがとうございます。